宇垣との四国一周車編の旅。どうも宇垣塚です。今日は35番札所の清滝寺、清滝寺に来てます。山のてっぺんだね。道がさすごい狭くてびっくりしちゃった。1台しか通れない細い山道をね 1.5 キロぐらい上がってきた。正面が本堂、観音様がいらっしゃいます。それで大師堂がありますね。その奥が御神書いてもらえるところか。駐車場はここですね。境内の中が駐車場になってるんだね。珍しい。ここにあるこの消防車がお寺の所有物なんですよ。お寺で買った消防車。火事が起きた時に消防車が間に合わないからお寺さんが消防車を買ったという伝説の消防車ですね。本当は見晴らしがいいんだろうけどね、雨でもう何も見えません。山から白いモヤモヤがいっぱい出てます。これは入っていいの？厄除け如来、入れんの？あ、狭い、暗い、あ、狭い、暗い、あ、入れない、あ、ダメだ、デブ入れない、これ狭い、きつい、あ、ごめんごめん、入ろうと思ったけど入れない、これ狭すぎて。これが本堂ですね。ふいくいくふいしきしき即税くいく即税式受報道式。お地蔵さんがたくさんあるね。古いお地蔵さんがたくさんある。苔むしてるなあ。大宝徳阿のくたら三百三五大土地藩にあはらミッター税大真珠大明寿税無常主税無等。なんだろうね。なんか水道があるね。なんだろう、掃除、洗濯板がある。洗濯してんのかな。これ来るまでのさ、よく大型バスとかあるじゃん。あれが来れないんだよ、ツアーバスが。だから共同タクシーとかで来るんだね。へえ、狭いのかな。8時で止まってる時計がありますね。8時3分か。神社だね。こんぴら神社って書いてある。ああ、こんぴら神社なんだこれ。こんぴら神社うちの近くにもある。古めかしい庭園がありますね。古めかしい、あれこっちじゃない。でかい。これが、清滝寺の御朱印ですね。これが、奉納、梵字、薬師如来って書いてありますね。薬師は薬よけ薬師如来ですね。ご本尊で清滝寺、清滝寺ですね。以上です。